はい、こんにちは、高野です。今回はこのでっかい長さ2メートル超えの、梱包で届いた品物のご紹介です。これ、ビビットストームという2004年に設立された中国メーカーの製品で、床に置いて電動で立ち上がってくるプロジェクター用のスクリーンです。商品のリンクは概要欄に載せておきます。このスクリーンの主な特徴としては、超焦点用の環境光シールドプロジェクタースクリーン、床置きポップアップ型の92インチです。従来の白素材に比べ少量の環境光があっても鮮明な映像を表示させることができます。別売りの壁ブラケットで壁に設置も可能。重量が25キロあります。なので、設置の際はですね、2人が推奨です。私は今回1人でやりましたけど、結構大変だったので2人でやることをお勧めします。それでは設置からスクリーンに実際に投影する様子をご覧ください。これが今までプロジェクターを投影していた白い壁紙です。メーカーの方からスクリーンのサンプルをいただいたので、白い壁紙とスクリーンで映り方がどう違うのか試してみました。左から1は超単焦点用、2が通常の超焦点用、3が今回のスクリーンに使用されている 3D の超焦点用です。壁の上にあるダウンライトを調整して違いを確認しました。部屋が明るいと壁紙は白くなって映像が見えにくいですが、専用スクリーンは照明があってもかなり鮮明に映像を映し出すことができます。照明を消すとあまり違いは感じません。この映像がとても分かりやすいですね。これを実際のスクリーンを設置して見てみたんですが、これがですね、まあ綺麗。部屋中央のダウンライトをつけてる状態で映しても壁紙と比べてかなり鮮明に映るので、こんなに専用スクリーンって綺麗なのかとちょっと感動しちゃいました。白い壁紙と比べるとこんなに違いがあります。
ただ、まあ、中央のダウンライトを消して壁面上部にあるダウンライトを調整した方がより見やすいのは間違いないです。今までは壁紙投影だったので、真っ暗じゃないと満足に視聴できなかったのが、間接照明をつけた状態でもかなり綺麗に視聴できるようになりました。めっちゃ綺麗なんだけど。テレビや、ほんとこれ。やっぱり白い壁紙に投影するのは限界があったんだなぁと実感させられました。今まで何を見てたんだろうと、まるでこれ世界が違います。やっぱりプロジェクターで見るなら専用のスクリーンは必須ですね。ビビッドストームからは今回紹介した超焦点用以外にもたくさんのスクリーンが販売されてます。概要欄にリンクを載せておきますので、ぜひチェックしてください。それでは今日はこれで終わります。バイバイ。あ、高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。